1になったんだ、1位。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、今なんだよ。何じゃ、恥ずかしい。ニゴ、俺はこの木更津のチャンピオンになったね。やりましたね。やったよ、一番だ一番。タヌキマスクの活動してからなんか1年まだ経ってないだろ。そうですね。それなのに俺は1位になったの。1位。はい、まあちょっと1位といっても何のこっちゃわからないと思うんで、まあ、ちょっと解説しますと、2018年度のですね、木更津 CM コンテストというのにですね、このタヌキマスクチームで出品をしまして、見事グランプリを取りましたということで連絡来ました。やりました。チャンピオンだろ。まあそうですね、チャンピオンって意味だと、まあ、意味は一緒ですよね、グランプリね。でもあれか、どんな CM だったかみんな見たいよね。そうですね。じゃあちょっと一回みんなで見てもらおうか。はい、じゃあまずは見てください。どうぞ。木更津で生まれ、木更津で育った。海があり、山もある、自然に恵まれた町、オーガニックシティ。アクアラインができて東京との行き来も便利になった。大型ショッピングモールができて買い物もできる。そんな木更津が大好きだ。美味しいお店もたくさんあるし、素敵な人がたくさんいるんだよ。毎週のようにイベントもあるし、観光するにはいいよな。そんな木更津をみんなに知ってもらいたいし、来てもらいたいから、これから木更津のいろんなとこを PR していく。みんな応援してくれよな。イエー。どうだった、みんな、いい出来だっただろ。素晴らしいですね。我々も満足ですよね。そうだよ、雨降ってきたんだけどさ。そうですね。今日はですね、うん、実はそのグランプリのご褒美というわけではないんですけど、あの運営の方からですね、うん、あの市長さんからあの褒めの言葉をいただけるということで、はい、あの木更津、市役所の市長室に入って、はい、マジで、あの記念撮影お願いしますというふうに言われてますので。渡辺義邦市長。そうです、木更津市長です。じゃあ行くで。はい、行きましょう。高校生も目をそらしましたよ。そうでしょうね。チャンピオンだよ、俺は。今日はあの、市役所なんですけど、市長室があるのは、駅前の方ですね。スパークルシティの8階になりますので、8階まで行きましょう。失礼します。お願いします。じゃあ早速ですが、はい、CM コンテストの、まあ、グランプリの表彰式というふうな形をさせていただきます。受賞者たぬきマスクさん、木更津ヒーローの思いという形で、グランプリの方が決まりましたので、おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。何に使いましょうかね。寄付寄付強制的に。まあ、ちょうどローバーズがいいところだな。そうだね。今日ちょっとジェフのユニフォームなんですけど、ゲットできたら。シリーズでまた、はい、動画作っていく。今7話目ぐらいまで。あ、本当に。はい、誰も見てくれないです。でもっと言ってますよ、13話ですよ。分かってないですよ。お決まりのポーズがあるんですけど、一緒にやってもらうことは可能でしょうか。シャーンです。これは何、タヌキ。これもタヌキです。手作りのこっちもタヌキ。はい、こっちは1号で、僕2号なんで。はい、そうですね。
いやいや、まだ恥ずかしいじゃん。恥ずかしいじゃん。どうやって、え、コツは、コツはこうやりまして、じゃあ、いきます、はい、せーの、いやー、はい、OK です。ありがとうございます。イエーイ、やったぜ、取りましたね。いじゃまーす。いじゃまーす。いやいや、1号、全然おとなしく真面目にもらってましたよ。市長？そうですよ。でもやっぱりさ、実際に吉国市長と話させてもらったけど、あの人ナンバーワンだ。完全に飲まれましたね、これ。やっぱり市長だ。すごい。まあそうですよね。オーラは。はい、オーラは半端なかったですね。でも俺も、この木更津を盛り上げるのは、市長に負けてないぐらい熱い気持ちがあるんで。そうですね、ナンバーワンですからね。ナンバーワンだよ、いいじゃん。市長もな、俺らのサポートしてくれるって言うから、ありがたいぜ。動画見てくれるって言ってましたからね。市長、見てもらいましょう。いただきますけです、よろしくお願いします。今頃挨拶です。というわけで、たぬきマスクは今後も、CM コンテストグランプリの名に恥じないように活動してきますので、今後も応援をね、ぜひよろしくお願いします。よろしく頼むぜ。はい、お願いします。